でも、あまりうまくいっていないみたい。少し休憩しましょうか。リフレッシュしたらうまくいくかもしれないし。二人とも来てたんだ。歩、ダンスに苦戦しているみたいね。うん、今度やる曲に合わせて練習してるんだけど、まだダンスがうまくできなくて。ありがとう。でも自分のできていないところは自分が一番わかってるから。歌やダンスだけじゃない。スクールアイドルは全てを自分たちでやらないといけないから大変なのよね。そういえばさっき撮ってた歩とかりんの練習しているところの写真どうだった？すごく一生懸命で頑張っていて素敵な写真だわ。確かに練習している姿はステージ上のものとは違うよね。二人を見ていてどう感じた？ええ、私もそう思うわ。スクールアイドルは常に笑顔なわけじゃないのよね。本当にそうね。私たち以外の人が見たとしてもきっとそう感じたんじゃないかしら。スクールアイドルは常に笑顔なわけじゃないのよね。それにいつだって成功し続けているわけじゃない。スクールアイドルの魅力は華やかさだけじゃないのかもしれないわ。私、歩に取材をお願いしようと思う。スクールアイドルの魅力を見つけられそうな気がするから。